うん、まあ、クラウン名あってもいいかなとは思うんですけど、それが DT？ いや、クラウン名は全然違う、全然違うんだ。 DT ってなんか DT みたいなのがあるんだけど、そうなんです、童貞なんです、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は応募ありがとうございました、はい、鑑定士のサリカと申します。お名前の方を聞いてもよろしいでしょうか。ジュンと申します、はい、ジュン君とお呼びしてよろしいでしょうか。あ、大丈夫です、はいはい、ちょっとジュン君のお悩み聞きたいんですけども、はい、その前にちょっとジュン君の今状態見てもいいですか。状態、はい、はい、ちょっとこれ水晶なんですけども、はい、状態が見えるんです。結構あれね、ゲームとか好きなの。あ、ゲームも大好きです。ゲーミング、ゲーミングとか、あ、あのシューティングですね、うん、そうですね、シューティング、バン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 ってやつ、 FPS です、ね、あ、うちの子も結構好きで国際なんとかってやってますよね。国際なんとか、はい、国際のチーム組んでやってますね。朝までずっとやってますけど、純くんもそんな感じ。僕はそうね、友達とやることが多いですね。あ、本当、はい、あとなんかちょっとね、ごめんね、水晶だと逆に見えるんだけど、ずっと立ってる状態があるんだけど、逆立ち好きなの。逆立ちですか。あ、そう、筋トレやってるんで、まあ、そのなんで肩鍛えるためにちょっと逆立ちってよく聞くんです。なんか私の方ね、逆で出ちゃうから立ってんのにずっと。そうですね、うん、恋愛バリバリしてそうなんだけど。そうですか、うん、まあ、全然そんなことなくて。奥手。あ、そうですね、奥手です。ゲームだと結構進行。ゲームだと僕はフラッカーっていうのをやってるんで、うん、一番最初に突っ込んでやってセンター、はい、センターで突っ込んでいくやつ。その時のゲーミングとか女の子いないの。いやー、もう基本男ですね。男5人でやってます。そのグループってさ、ドイツつけたの、名前つけたの。名前は特にはないですけど、まあ、うん、まあ、クラウン名あってもいいかなとは思うんですけど。それが DT？ いや、クラウン名は全然違う、全然違うんだ。 DT ってなんか DT みたいなのがあるんだけど。そうなんです、童貞なんです。あ、そうなの、はい、今ね、見えてるのがそんな感じ、はい、すごい。あれ、お友達からもあれじゃない、愛好家とか相談とか乗りやすいとか、乗ってもらっていく感じじゃない。特にゲーム関係はそうですね、僕が割とその大会とか見て分析してるんで、うんうん、そういうのをもとに戦術とか組んでます、ね、あ、すごい、で悩みの方なんだけど、はい、うん、なんてね、そのさっき先生もおっしゃった通り童貞で、うん、まあ、それをなんていうんですか、解消したいっていうか、結構周りには強がって、まあ、童貞じゃないよみたいなこと言ってるんですけど、うんうん、結構もなんか内心最近辛くなってて、そういう風に言うのも、うんうん、だから本当にその恋愛っていうのをしたいと思って、うん、なんかそれで先生に相談しに行きました。嘘ついてる感じがするんでしょ、じゃあ、うん、罪悪感みたいな。そうですね、まあ、決して悪いことじゃないんだけどね、はい、うん、でもさ、その仲間がいるっていいよね。そうですね、特にゲームは恵まれてるなって思いますね。じゃあ今リアルの彼女はいないけど、あれなの。そうですね、ゲームは恋人みたいになってますけど、うん、え、ただ童貞を捨てたいだけだったらさ、まあ確かにあるじゃない、いろんなやり方あるじゃない、風俗とか、うん、全然あるんですよ。やっぱりでも恋愛してほうがいいかな。結局なんか風俗で捨ててもなんか素人童貞になっちゃうじゃないですか。あ、そうだね、まあ確かにそうなっちゃう、ね、あったね、そういう言葉がね、うん、でも戦車のカード出てるんだよね。周りの方とかからは結構モテてる感じで、本当ですか、女の子いたんじゃないかなって。ただなんかギャグで言ってんじゃないかなと思われてるかもしれない。まあいたっちゃいたんですけど、うん、まあ、ちょっとなんかそこまでタイプじゃなかったっていうのがあって、はい、ゲームにお金とか課金する方が多いのかな。あ、 FPS にはあんまり課金しないですね、うんうん、で恋愛は結構使ったその時。その時 あんまりそこまでお金はかけたくないんで、はい、でもちゃんと堅実だよね。水亀のカードが逆さじゃなくて正面に出てるから、うん、すごいちゃんと貯金をするタイプかなとか。あ、まあ、そうですね、まあ、ただね、はい、未来のところに恋人逆になってるのよ。だから恋人ができないんじゃなくて、はい、それほど興味もないのかな。いや、そうなんですかね。年下の可愛い子好きでしょ。そうですね、うん、だって年上逆になっちゃってるから、はい、やっぱり女帝のカードなんだけど。女帝、はい、過去に付き合った人も年下。そうですね、年下が多かったです、うん、はい、これ上向いてると年上とかなんだけど。でもね、デビルが出てるのよ。デビル怖い。怖い。あ、まあ確かに怖いですね。エッチに入っていく段階が、うん、怖いっていうところだよね。そう、失望されたら嫌だなとかあるんで、うん、そこら辺は怖いですね。2人っきりは大丈夫。いや、まあ、なかなか会話ができなくて。そうだよね、そこが吊るされた過去があるから。過去に何かあったの。過去、まあ、そうありますね、
そうですね、僕がちょっと理想を高くしすぎてるっていうところもあるんですけど、うん、そういう風になることが多いですね。どんな子が理想なの？やっぱりご飯とか作って、僕は作れないんで、うん、作っても欲しいですし、うん、まあ、あとはなんかそんなに怒らない人だったりとか、そうですね、あとも美人だったりしてくれたらいいのかなとは思ってます。芸能人とかで好きなタイプいるの？芸能人で言うとどうですかね、浜辺美波さんとかですか？私の好きな映画でも出てた。本当ですか？なんていう映画なんですか？乃木坂の斉藤飛鳥ちゃんが出てた映像圏に出てて。全く知らないです。知らないですね。でも可愛いタイプ好きだね、冷静な。そうですね、うん、はい、ちょっとやっぱ理想高い、うん、聞いてるとね、うん、オール5みたいな感じ。オール5、あ、うん、成績で言うと、ね、なるほど、うん、5段階評価の5、うん、うん、まあそうですね、まあ、4でもいいですけど、ね、4でもいい、でも高いね。たまに2と1があるから可愛いんだけどね、女の子って。まあそうです、うん、でもそこを考えてあげればいい恋愛できるんじゃないかなと思うんだけどね、うん、だからね、私会うとしたらやっぱゲームとかそういうところの中の、うん、こう世界からリアルに入っていく、うん、今そういうの多いと思うんだよね。うちの息子もさ、20歳超えてるけど年中聞くもん、今回は 2D ですか 3D ですか、要はリアルですかって。それができるのも今の時代かなとか思うから、うん、そこからこう歩み寄って近くなってくる距離っていうのもあるかなって、純くんにはそっちの方が向いてるのかなっていう、うん、まあ金銭運とかも見てほしいですか？金運、金運、はい、純くんこれね、パワーストーンなんだけど、総合的なものを見るのね、今の状態とその持ってるもの、もともとお金貯金はしてるとはいえあんまり入ってこない感じか。うん、まあそうですね、まあ、ちょっとまあそう、スキンに課金しちゃってる部分があるので、ね、うん、はい、でもね、これ夢の石ってラビスラズリーなんだけど、はい、大きいのがあるから、大きいの、うん、そうだから、なんか違うものをやりたいような気がするんだよね。あ、まあでも確かに、まあ、転職も考えてますし、うん、まあ、チームで5人でまあ大会とか出て実績残したら、まあ、そのままね、うん、どっかのプロチームにもらってほしいなって思う時もありますけど、まあ、どっちかって言ったらやっぱり結婚がメインなんで、うん、そっちの時期を見てほしいかなとは思います。まあね、9枚出してもらいました、はい、なぜかって言ったら、ここまでカードを止めた理由は 1,2,3 年後、3年後、うん、おー、なぜか太陽のカード、はい、家族のカードね、出てるのね。お母さんとかもすごい祝福してくれる。でデビルの逆だから、ちょっと浮気気をつけて。あ、私がですか、うん、やっぱね、最初の人と結婚しちゃうから次どうかなとか。なるほど。たまにね、ちょっとね、なんか魔が差すような可愛い子が出てきちゃう。よく聞きますもんね、一、うん、回味を覚えるとみたいな。そうそう、一回もないから。また芸能界でいうと可愛いタイプが来ちゃうのよ、このプリンセスで来てる時点で。そう、来るんですか？そう、来てほしいですけどね。来てほしいね。案外結婚する人はあれとか思うけど、多分自分に似てる感じ、あ、フェイス的なものも可愛いらしい、うん、でちょっとね、華奢な子って言ったらおかしいかな、細、線が細い子ね。よくわかりましたね、うん、でも気をつけて、アイドルの言葉がうまいよっていうのところではあるけど、そうすると潰された感じだから離婚が出ちゃってるから。あ、僕離婚するんですか？はい、だからこれやっちゃうとね。あ、じゃあ気をつければいい。そうそう、だって一番最初に愛した人とずっといる、いた方がいいでしょ。まあ確かにそうですね、なんかかっこいいじゃんその方がっていうか、うん、だから3年あで出てる、まあ、でも悪くないですね。そしたらでも芯すげー強いけど。私ですか？いいよ、彼女が、彼女まあ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 、まあ、今のそのやっぱり考え方ぶれないでいいと思うよ。本当ですか？うん、全然いいと思う。やっぱりゲームとかは絶対大丈夫、強いよね。強い、うん、結構頑張ってるゲームね。あ、もう死ぬほどやってますね、うん、でしょ、ボスだもん。まあ確かに、まあ、IGL ですからね。そうそうそう、ただお金も使ってるよねっていうところ。まあどうしても時間の使いもそうなのね。いや、そのどうしてもスキンが欲しくて課金しちゃうんですよね、うん、FPS にはあんまり課金しないですね、うん。あと時間は相当使ってるよ。死ぬほどやってます、ね、1万時間やってます、うん、1つのゲームを、ね、7年間やってるんで、はい、でもやっぱ恋愛したくないなとか、ただこの時間が多すぎるから自然に恋愛は手に入れた方がいいかな。あ、なるほど。フルのカード逆だから暇がないってなってる。あ、じゃあゲームを抑えた方がいいってことなんですか？いや、やりながらでいいよ。やりながらだって趣味やんないと人間って、ね、うん、好きなことをやって、うん、そこにちゃんと自分の舞台の分かりますが出てくるってことで、うん、そんな感じで、はい、
大丈夫ですかな、はい、3年後です。3年後です。確かめられない言葉の、まあ、正直、まあ、そんな当たんないんだろうと思って挑発的だったんですけど、まあ、華奢な部分とか、まあ、ゲーム一生懸命にやってるとか、 なんかそこら辺当てられたらなんかスパイでもつけられたかなと思ってちょっと思いましたね。あ、そうですね、楽しみですね。可愛い子って言ってたんで楽しみたいと思います。はい、ありがとうございました。すごく純粋な子で、最初男の子だからどうかなって思っちゃったんだけど、普段はやっぱり女の子の方が多くて、でも話聞いてるうちにやっぱりなんかゲーム好きなのと、やっぱり本気で恋愛したいっていう真面目な子に会えたので、すごく相談がいもあったし話しがいもあったなと思います。とてもいい関係ができたなって自分でも思ってしまってるんですけども、ありがとうございます。